ズーム。もしもーし。もしもーどうも、飯田です。あれ、あ、どうも、ご苦労様でーす。どうも。いや、一瞬繋がってないかと思った。よかったよかった。今日もね、リスナーの方から質問が届いてます。29歳男性、兵庫県のリキーノさんの質問です。いつも太平洋上の辛坊さんの声を聞いて夢を持つ若者としてすごく勇気をもらっています。ふと思ったのですが、外国に行った時に時差を感じますが、辛坊さんのようにじわじわと時間が変わってくる場合は、どのように体感されるんでしょうか。時差をほとんど感じないんでしょうか、というご質問です。おー。ねえ、確かに。船内で生活してる限り時差は感じないですね。だから、太陽と一緒に動いてますから、時差は、少なくとも日本とやり取りしない限りは、それぐらいはね。もしもし。もしもし、辛坊さん、吉田です。はい、ご苦労様です。辛坊さんに質問です。船の中で、これがあったらいいのになぁと思う家電製品は何ですか、という。ああ、あのね、この船ね、電子レンジついてるんですよ。で、発電機もついてるんで、発電機さえ回せば電子レンジも使えるんですけど、発電機は、燃料消費量が大きいので、めった使えないんですね。そういうことなんですか。ハワイの南数百キロじゃちょっと無理ですよね。まあそうですね。辛坊さん、茅野俊人です。ああ、どうもご苦労様です。相当暑いんじゃないですか、そちらも。そうですね、熱帯ですからね。熱帯だけど、でもね、海の上ですからね、日没と同時に、風は相当吹いてますからね、割と涼しいですよ。帰りもさ、ただね、はい、どうぞ。ただね、古い T シャツを大量に持ってきたんですよ。それで今日ね、薄そうな白い T シャツがあったから、はい、今日はこれ着ようと思って着たらですね、ヒートテックって書いてあってですね、すげえ衝撃受けたもしもし、あ、白くです、どうも。ご苦労様です。辛坊さん、今どんな感じですか？ね、はい、安定した貿易風の中を走ってるので、風はあるんですけども、熱帯なんで昼間は異様に暑いんですよ。出てきてキャビンだと風に吹かれると涼しいんですけども、風に吹かれて海に落ちると死んじゃいますからね。だから涼むのも命かけなんですよ。リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります。7月26日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティ、立川志らくさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、志らくさん、今日スケートボード女子ストリートの決勝で、西矢椛さんっていうね、13歳の選手が金メダル獲得ですよ。ね、すごいじゃないですか。ね、私のようにね、もう散々パラオリンピックで、中止とか延期とか言ってた人間がね、はい、どの面下げてオリンピックについてコメントすればいいのか分かんないんだけれども、はい、でもそこは私も大人ですから、いちいちオリンピックにケチつけながらやったらもう番組長くなっちゃいますから、はい、もう選手たちはもういっぱい頑張っていただいて。そうですね、選手は選手ですからね。だって私本当はものすごいオリンピック好きなんですよ。もう過去のオリンピックなんかもずっとね、世の中でずっとカーッと見てた人間がね、どれだけ辛い思いをして、オリンピック、延期とか言ってたか。今だってもう、どうしたって目に入ってくるじゃないですか、オリンピック。いろんな情報がね。それをいちいち怒ってたって、それはもう、ガキじゃないんだから。これはこれでね。あんまりダブルスタンダード取ると、蓮舫かって言われてしまいますから。そこへも気をつけて。うまい感じでお願いします。うまい感じ。まあでもこの椛さんはですね、日本史上最年少のメダリストということで、13歳。すごいですね、この新しい競技ね。そう。で、ここでですね、有明アーバンスポーツパークでこの歴史的瞬間を目撃していた、東京2020オリンピックレポーターの吉田久典アナウンサーいますのでね、伝えてもらいましょう。はい。吉田アナウンサー。は
はい、水曜日にいつもは喋らせていただいております、はいはい、日本放送吉田でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕一方的にですけど、1995年に落語研究会に入った人間なんで、知見ですか。はい、はい、師匠の音源も落語会も大変たくさん拝聴しております。あら、どうもありがとうございます、はい、だからなんだって話なんですけど、まあ、だからなんだなんですけどもすっごいこう日刊飛び切りとかいっぱい言ってましたみたいな。日刊飛び切り、まあ、日刊飛び切りはほとんど出てないですけどね、はい、2、3回しか。あ、そうですか、はい、よかったですね、今日はね。シネマ落語やってらっしゃるところとかも拝見ありがとうございます。しておりましたが、まあ、それより、はい、ちょっとオリンピックですよ。この西山もみじさんは、はい、今どんな様子なんですか。はい、ついですね、5分前に、はい、実は共同記者会見が終わったばっかりなんですけど、はいはい、いやもうこれ一言で言うと、おじさん記者、メダリスト少女に大困りの巻っていう感じですね。もう本当に、もう見せてくれた技は本当にすごかったんですよ。うん、まあ、昨日はね、こういかつい男たちがやっていたこのスケートボードだったんですけど、はい、今日はもうね、実は、金メダルを取った、その、西矢選手が、まあ、13歳、はい。で、銀メダルのですね、ブラジルの少女、ラリッサちゃんも13歳。うん、で、銅メダルの中山風奈選手も16歳ということで。ね、あどけない感じですよね、うん、もうね。笑顔もね。そうなんです。でも、そのあどけない顔の少女が、もう、今のどうやってやったのっていう神業を立て続けに最後ね、うん、しかも失敗できないところで西矢選手は3本連続で決めてきて、うん、わあ、すごいなと、本当に思ったんですが、本当にですね、今回の大会運営の偉い多分人なんでしょうね。うん、こう海外のいかにも社長みたいな感じのおじさんが、How are you? みたいなこと聞いても、みんな言うのが嬉しいです。嬉しいです。13歳ですもんね。そういうふうに、なっちゃうもんで、うん、ちょっとこう、面白くなっちゃってですね、僕も代表質問ちょっとしてみちゃったんですね、ついさっき。数分前。で、昨日の堀米選手の、競技は見てましたかと。はい、いうふうにお伺いして、聞いたらやっぱり返ってくる答えは、はいっていうのが返ってくるんですよ。で、まあ、だけじゃどうにもならないなと思ったんで、いや、見て、明日自分がそこで滑るんだなって思うと、何か感じませんでしたかに対しての、こう、西矢さんのお答えが、うん、私は基本何も考えてないからっていうふうに言われてしまいました。なんか逆に大気を感じますね。うん、ね。いや、でも他にもですね、うん、海外の方からもやっぱり注目すごいされてるんですよ。はい、昨日、ね、海外メディアは、堀米選手が勝って、うん、で、今日は二人も表彰台に上ってると。うん、なぜ日本は、そんなにすごいスケーターが、育つんですかみたいなこと言われてるんですよ、うん、それに対して西矢さんの答えは、今日はたまたま勝っただけですという話ですね。無欲な感じがまたそうですね、うん、いやでもこういうの見ていて、まあ、正直スケートボード僕今回のオリンピックで初めて見たんですけど、やっぱりそのこうトリックに臨む瞬間のこう緊張感とかですね、うん、新たな楽しみがこの世にあるんだなっていうのを教えてもらった感じがすごくしますね、うんうんうん、ね、スケートボードはみんな知ってはいるんだけど、こういう競技だっていうのはね、今回初めても分かった人もいっぱいいますもんね。はい。うん。誰が考えたんですか、競技は。階段の手すりみたいなとこを滑るみたいな。あれですね、なんか毎回大会会場が変わるたびに、地形も変わるんですね。ほうほう。で、その試合当日まで基本的には本人たちは知らないままで。知らないんですか？瞬間に見て、で、あそこでどういうトリックをやろうかなっていうのを選手が自分で考える創造性が問われてるんですって。それはすごいですね。だって、いや、そうなんですよ。スキーとか他のね、競技に比べたらは、だってちゃんとコースがあってっていうのがね、それ行くまで知らない。練習はさせてもらえるんでしょ、でも。あ、練習は、練習はですね、試合中にやってるんですよ。あ、そうなんですか。他の選手が競技している時も、割とみんな自由に、スケートボードで、その、まあ、パークっていうんですかね、の中をスーって移動してるし、で、自分の本番の時も、耳にエアポッドつけたままやってたりするんですよ。いや、本当に自由な競技だなっていう感じでしたね、スケートボード。若い子がね、こうやって活躍するっていうのは面白いですね、でもね。うん、そうなんですよ。しかも、今回ですね、その銅メダルだった中山風奈さんっていうのは、はい、もうなんていうんですかね、腰まで髪が長くて、はい、ある方がすごい綺麗にまとめて、うん、競技してるんですけど、うん、富山の方なんですってね。で、富山で、なんかスケートボードパークを作ってほしいみたいなこととか、うん、まあ、おっしゃってたりして、まあ、もう本当に10代とか僕らとは全然違うことを考えて、違うことを感じてる世代がいるんだなっていうのも、
なんかオリンピックで実感としてよく分かった感じがしますね。でも今回こうやって若い子が、メダルを取ったりすると、今後ね、そういう競技場とか練習場も増えてくるんでしょうね、きっとね。あるんじゃないですかね。だから、そしたら、こう、駅前でちょっと怖い感じを出してる人たちがそっちに行ってくれるといいなって思いますよね。なるほどね、吉田さん、今日はね、はい、この後も取材でまたレポートしてもらいますので。そうですね。はい、今日は、この後、今ですね、ちょうどその、スケートが終わりましたんで、スケートボードが。うんうん、この後、柔道が行われている武道館に行って、うん、その後、今日は決勝が行われる、卓球のミックスダブルス、こちらの取材に行ってきたいと思います。わかりました。また後で呼びかけますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあね、このスケートボードのね、西谷さんなんて私なんかも母親の気持ちでこうもう大丈夫頑張ってみたいに見ちゃいましたけど ねだけど本当に階段に手すりって、うんうん、だって普通あれ公園で手すりでやったらただの迷惑行為じゃないですか。ちょっと危ないですよなんて言われちゃったですもんね。そうそうそう、だからやっぱりそういう練習場いっぱい設けないと、うん、やるとかないとやっぱり公園でやっちゃったりすると、うん、ね、いろんな子が真似してこれがブームになるから、うんうん、じゃあ公園のあそこでやってみようなんていうと、うん、ちっちゃい子が遊んでたりしてぶつかったりするとこれ問題起きるんで、うん、やっぱり今回はこれを機にいっぱいいろんなところでね、うん、そういうパークを作ってもらえるといいですよね。そうですよね、うん、さあズームそこまで言うか今日はねこういったオリンピックの情報を交えながらお届けしていきますけれども、はい、まずは今日の株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続伸しました。先週の金曜日に比べて285円29銭高い 27,833 円29銭でした。前の週末のアメリカ株価が好調な企業業績を背景に上昇したことで景気回復への期待が高まり幅広い銘柄が買われました。また為替相場は現在1ドル110円30銭付近で取引されています。日本放送ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には政策アナリストの石川和夫さんをお招きしまして、日本のエネルギー政策について伺っていきます。で、5時のオープニング生存確認テレフォン5時の辛抱です。今日もお届けします。今日オープニングでね、先週の声つないでお送りしましたけれども、はい、そこでかかってた音楽は実は日本放送更新曲というもので日本放送更新曲あるんです。この古関裕二さんが作った。古関裕二さんもう何でも作りますから、ね、大天才ですから。そうですよね。だってロコおろしとねジャイアンツの闘魂込めて両方作ってるんですから、ね、うん、素晴らしいですよね。辛坊さんね、半分オーロじゃないや袋の工程の半分達成するところということですからね、はい、今日も楽しみに。そして4時台5時台にもこの東京オリンピック情報の最新情報をお伝えしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんへの質問、それから辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなどもお待ちしています。さあこの後は週末のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。でこのコーナーからニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。台風8号は明日27日、関東か東北に上陸の恐れがあります。熱海市では土石流の被災地伊豆山地区の住民に避難指示を出しました。東京オリンピックに出場中の男子テニス世界ランキング2位のメドベージェフ選手は昨日、信じられないほど暑いと夕方以降の試合の開催を求めました。また世界ランキング1位のジョコビッチ選手も 100% 彼に同意する、午後3時から開始しても7時間は試合ができる、すべての選手が楽になるのになぜ変更しないのか本当にわからないと述べました。IOC 国際オリンピック委員会は東京オリンピックの表彰式でメダリスト同士の間隔が取られている場合、写真撮影のため30秒間はマスクを外すことを認めるという新たなルールを発表しました。
アメリカの国務省のナンバー2、シャーマン副長官は、今日中国で王毅外相らと会談を行います。バイデン政権発足後、アメリカの外交の高官が中国を訪れるのは初めてのことです。ロシアの国営メディアは、ミシュスチン首相が今日、北方領土の択捉島に到着したと伝えました。ロシアの首相が北方領土を訪れるのは、おととし8月に当時のメドベージェフ首相が択捉島を訪れて以来です。全国の市区町村で今日から海外への渡航予定者に対する新型コロナワクチンの接種証明書の申請受付が始まりました。23日、先週の金曜日の夜に NHK 総合で生中継された東京2020オリンピック開会式の平均世帯視聴率は関東地区で 56.4% でした。また、個人視聴率は 40% でした。さあ、このニュースにもありましたけれども、台風8号心配ですけれども ね、あの東京オリンピックの日程にも影響を、ね、与えてるんですね。そうなんですね。この台風8号の影響で明日のオリンピックの競技はボートとアーチェリーが日程変更となっています。いずれも競技時間を一部変更したり日程を延期するという対応を取ることになっています。で、組織委員会は、まあ、さらに変更があればできるだけ早くお知らせしたいと、このように語っているんですね。で、この台風8号の今後の進路などにつきましては、日本気象協会の小田美穂さんに伺います。小田さん。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。まずこの台風1号、台風8号の位置、それから勢力どうなってますでしょうか。はい、台風8号は日本の東を北上中なんですが、午後3時現在は中心の気圧992ヘクトパスカル、はい、中心付近の最大風速20メートル、最大瞬間風速30メートルということで、昨日に比べると強い風の吹くエリアは少しだけ狭くなったんですけれども、中心の気圧は少し低くなりまして発達中です。うん、まあ、最大瞬間風速がまあ30メートルということですが、まあ、それほど大きい台風とは言えないまでも、やっぱり相当の風も吹くわけですね。そうですね。この台風8号の特徴、勢力はあまり強くないんですけれども、はい、まずコースが東から西へ向かって進むという珍しいコースです、はい、それから台風の中心の近くの西側、それから中心の北側に活発な雨雲がありますので、この後台風の接近上陸に伴いまして東北地方から関東を中心に激しい雨が降ることが予想されているんです。今だいたい時速30キロぐらいで北西に進んでいるようですが、はい、今後の進路、いつ頃どこに上陸しそうというふうに見てますか。はい、台風8号は今後西寄りに進路を取りまして関東や東北に近づいてきます。明日27日の午後3時には千葉県銚子市の東北東約130キロに達するとみられまして、その後東北地方の太平洋側もしくは茨城県に上陸する可能性が高くなっています。で、関東地方都心も含めての影響なんですが、これからやっぱり雨風強くなってくるんでしょうか。そうなんですね。関東地方今夜遅くに雨の降り始めるところが多くなりまして、都心を含めて明日の明け方からは傘を差しても役に立たないような激しい雨の降る恐れがあります。明け方から、はい、はい。そして台風の近づく明日昼過ぎから夕方にかけては茨城県や栃木県を中心に1時間に50ミリ以上の滝のような非常に激しい雨の降る恐れがあるんです。そうするともう雨風ともに十分に警戒しないといけませんね。そうですね。そして風、千葉県や茨城県を中心に今夜から強まります。はい、屋根瓦が飛ぶような強い風の吹く恐れもありまして、うん、今日は北寄りの風、そして明日は北風から南風に変わって強く吹く見込みです。明日の夜ソフトボールの決勝が横浜スタジアムであるんですが、はい、大丈夫ですかね。そうですね、風については特に沿岸の地域、千葉県、茨城県で強まりまして、神奈川県あたりは少し微妙なところなんですけれども、やはりちょっと風、雨の影響が心配されます。うん、まあ、進路次第というところもありますからね。はい、はい、わかりました。ありがとうございました。はい、日本気象協会の小田美穂さんでした。で、大規模土石流が発生した静岡県の熱海市では、この台風8号に備えて今日午後伊豆山地区に
に避難指示を出しております、熱海市によると期間は1日から2日程度を想定しているということなんですね。さあズームフラッシュ、その他にもいくつかご紹介しましたが、はい、そうですね、開会式はね、オリンピック見ないとか言っときながらずっと見てたんですけどね、結局は気になって気になって、それはいいんじゃないでしょうかそれでも、ネットニュース見上がったんだけど、バッハさんの話が長かったじゃないですか、はいはい、もう長えなと思って、そこで、森さんがいたらね、バッハは話が長いって言って落としてくれりゃいいなと思って、でもあれ橋本聖子さんなかったらあそこ森さんがいたんですよね。森さんにバッハさんがスピーチって地獄絵図ですよ。危ないとこだったですけど。そうですね。でもオリンピックいろいろ言う人はいますよ。失敗だったとか、どれだけお金かけてあの程度のもんだとか、でも中には感動した。私はね、正解が何かわかんないから、一概にちょっと非難はできず、普通にこう見てたんだけど、足りないところといったらね、劇団ひとりさんが出たのは素晴らしいことなんだけど、あれ、ミスター・ビーンのロンドン五輪の五輪のパターンでしょ、やっぱり、ね、世界的知名度あるいは日本の、知名度っていうのを考えたらばね、たけしさんが出てきてコマネチってやればね、何のためのコマネチのギャグだったとか、あと志村健さんの映像を使ってバカ殿が出てきてね、それでコロナが広がってもオリンピック見たいって言うと、そこに反対派がこう私なんかと混じっちゃったりして、オリンピック反対なんて言ってると、そこにトラさんが出てきてね、オリンピック反対、それ言っちゃおしめえよみたいなね、いくらでもなんか日本のこの素晴らしいコメディアンのね、見せ方もあったろうなとか、それから木やりをやったりとかね、なんかタップを踏んだりとかいろいろあったんだけど、なんかこう鬼滅の刃を使った時代劇のすごい派手な盾をやるとかね、歌舞伎なんかも、それは海老蔵様素晴らしかったけど、人間国宝がいるんだから、玉三郎だとか、吉右衛門だとか、ずらっと5人ほど並んで、白波5人男をやるとかね、聖火台に上がってって、新選組と階段落ちをやって、なかなか火つけられないみたいなね。なんか、中心蔵の、陣羽織に、陣太鼓持って、それで、これが自然災害に立ち向かう消防団みたいだとか、なんかそんなんとか、ゴジラが出てきて、聖火台にこう火を吹こうとすると、それは放射能だからって自衛隊が止めるとか、なんか いろんな日本のね、でイマジンを歌ったのもいいんだけど、流すのもいいんだけど、そこは坂本九の、上を向いて歩こう、それは去年の紅白出場歌手全員がこう勢ぞろいしてみんなで歌うとかね、今宵人よ限りの、復活ですってスマップが出てきて、東京五輪音頭南春を歌っちゃうとか、最後の最後にもう菅総理がね、ルイージの格好出てきて、それなんだそれはみたいな感じで。聖火に火を灯すのも大谷さんもいいんだけど、大阪さんもいいんだけども、はい、やっぱりそこは大阪さんが火をついたボールをポーンとか打って、そうするとこっちに大谷が出てきて、それをカーンと打ち返して、その火のボールが聖火台にパンと灯るみたいな、ね。面白い。いくらでもね、こう、日本のいいものをこう世界にこう見せるってできたと思うんで、そこら辺がね、ちょっとなんか、中途半端かなって気はした。でも感動したって人もいっぱいいるんで、ピクトグラムをね体現したパフォーマンスの海外からも評価高かったみたいですけどね。そう、あれはね、さすが日本はね、金ちゃんと香取慎吾のね仮装大賞やっただけある。ああいうのやるとうまいんですよ、もう見事なもんね。ね。まあでも、始まったオリンピックでこのなんですか、マスクを30秒外して写真をって、あれアクリル板を今立ててるんですか？アクリル板は立ててない。アクリル板はないですね、表彰台のところ。やっぱり顔を見せてあげたいですもんね、金メダルだから。だからアクリル板で、だって柔道なんかやってる間はマスクしてないでしょ。そうなんですよね。それだけ金メダルの時、急にマスクしてたら手遅れじゃねえかと。そこら辺がね、なんか、いろいろちょっと問題があるんだけども、まあ、オリンピックがしばらく経ったらね、ちょっと、みんな、楽しみに見てるんでしょ。まあ、注目してますから、はい、視聴率も良かったですしね。そうです、56.4% ですよ。志らくさんだって見てたんですから、ね、そうなんですよ。筋を通すために見ないとか言っちゃったんだけどね、気になってしょうがない。いいですよ、試合も見てください。そうそうそう、何を見よう、そうって大きなお世話。以上、ズームフラッシュでした。7月26日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、いただいたご意見をご紹介していきます。青梅市にお住まいのひよっこさん、開会式にオリンピックの開会式に長島さん、王さん、松井さん登場でびっくり、そして感動しました、はい、と。
そりゃそうですよね。やっぱりあの、三人がこうね、並んで、はい、聖火をっていうのは素晴らしかったですね。もっともっとね、それは、長島を、松井はもちろんなんだけども、松井はあの、アメリカの方はね、野球ファンは知ってるけど、はい、王長島、王も結構有名。でも長島が本当は最高のあの、日本のプロ野球のスターだっていうことをね、もっともっとこう、全面に知らせるような演出も欲しかったですね。それからですね、みーちゃんさんですね、33歳のオタクの方。白木さん、てっきりオリンピックが嫌いなのかなと思っていたので、安心しました。うん、いや、私、オリンピックはね、それはあの、知らない、あの、人がやる知らないスポーツだ、なんつって、今ネット上にね、そんなのが出てるんだけども、うん、本当は知らないスポーツ、知らない人がやってる知らないスポーツを、オリンピックを通じて知るっていうにやかファンの気持ち、はいはい、私よくわかるんですよ、うんうん。だって普段ね、カヌーだとかね、今活躍して、見てないですよ。そう。フェンシングとかでも。うんうん、だけどオリンピックでこうした、面白いんだなって、うん、テコンドーなんかもオリンピックで覚えたりするんですよね。うん、私は大好きなオリンピックは、やっぱり本当に平時の時に気持ちよく見たかったっていう、その一点でね、うんうん、ずっとオリンピック開催は中止延期って言ってたんだけど、うんうん、始まっちゃったからね、始まって、反対派の人みたいにね、密になってね、反対だ。いや、お前たちも密になってんだろう、みたいな。だからもうそれはしょうがないですよ。だから、選手たちにはもう目いっぱい頑張っていた。ただ一応私も、筋を通すために、一応、見ませんとか言ってますけど、心の中で頑張ってね、なんて。オリンピックで、金メダルだと涙流しちゃってるわかります。そんな中、一番好きな競技、注目している競技は何でしょうかっていう質問なんですが。いや、それはでも、野球ファンだから野球なんですよ。もうだってオリンピックで一度も金メダルを取ってない、うん、もう世界大会になると妙に興奮する、それは次だってWBCの時なんて韓国と戦って決勝でイチローが最後打ったでしょ、うん、外にいてどこでも見れないんですよ、私ね思わずねビデオボックス入っちゃったんだから白木さん日本放送は侍ジャパン今回全部ね中継しますんで、ぜひ見なくてもいいんで日本放送で聞いてください侍ジャパン今ニュース見れば全部流れますから ねでもしっかりと聞いてくださいよ、ね、はい、さあラジオの前のあなたからのメールもお待ちしております。 zoom@1242.com ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください、太平洋上にいる辛坊さんへの質問、それから辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなんかも書いてください。さあこの後は政策アナリストの石川和夫さんをお招きします。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか、この時間もニュースデスクの森田さんです。お願いします。お願いします。では特集するニュースはこちらです。 G20 環境大臣会合を開催。20の国と地域の環境大臣が集まる G20 環境大臣会合がイタリアで開かれました。地球温暖化対策の枠組みパリ協定に基づいて取り組みを加速する点では一致したものの、石炭など化石燃料からの段階的な脱却といった項目などでは合意には至らず、10月の G20 首脳会合に持ち越されることになりました。会見で議長国イタリアの環境大臣は一部項目についてロシアや中国、インドといった新興国の合意が得られなかったと説明しました。ではここで専門家の方をお招きしています。元経済産業省官僚で政策アナリストの石川和夫さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。石川さん、まずはですね、エネルギーの話に行く前に、うんうん、オリンピックはどうでしたか、開会式、ご覧になりました。まあね、あれだけ見るとね、僕は悪いけど物足りなかった。物足りない。うん、やっぱりコロナの影響でね、みんなやる気なくしてるっていうか、国全体、世界全体萎縮してるっていうのもあるんだけども、うん、僕はやっぱりどうしても前回とかね、前々回って比べちゃうじゃないですか。うん、そうするとね、ドローンは良かった。ドローンは良かったんだけど、うん、あの会場自体無観客で、そこは正直残念でした。まあ
どうなんですか、オリンピックってあれいつ頃からあの入場行進がみんなこうのんきになったんですか。前の1964年のやつを見るとみんなで、ね、きっちり歩いてる。そう、なんかみんな軍隊みたいな行進でしょ。あれね、私の記憶が正しければ1984年のロサンゼルスの時から華やかになった。みんなもう能天気でこう、うん、好きに、カメラ持ってパチパチ撮りながら。っていうのと、あとやっぱアメリカでしょ、ロスって。で、その前がモスクワでほら、ボイコットしたじゃないですか。それをまあね、挽回するっていうか、ボイコットしてて自分の時には盛り上がるってさすがアメリカと思ったんですけど、あの時にほら、例えば、なんていうの、そのロケット背負って飛ぶだとか、そうありました、ね、そういうのが入り始めたのがまあ、84年で、そこからどん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 こう、うん、みんなで盛り上がって、うんってね、華やかにしたんだけど、今回は、でもコロナですよね、師匠、これ。私はきっちり更新した方がね、なんか、かっこいいような気がするんだけど、ただ、私気になったのが、うん、他の国でマスクをこうずらしたり、つけてない選手がいたじゃないですか。うんうん、やっぱアスリートってルールを守るのが、うん、基本中の基本なのに、そのルール守れないってどういうわけかなって、すごくちょっとそれ気になりましたね。うん、まあ、ただね、あれね、厳密に日本のルールで言うと、厚労省はね、2メートル離れたらいいよとは一応は言ってるんですけど、僕もね、それ気になって見てみたら、2メートル離れてないっすよね。うん、せめてね、うん、表で反対派が密になってね、うん、抗議してるんだけれども、中の選手たちが、やはり、ちゃんとソーシャルディスタンスを取ったね、今までと違う形の、うん、入場行進をしてたらば、あ、さすが、開催国日本だと、どこの国もみんな2メートル、あるいは1メートル50離れてきっちり歩いてたってね、そうじゃないと、あれ、今後、沿道に集まんないでくださいとか言ってもね、うん、よ、こういう意識見りゃ、みんな女になってたじゃん。だからあれ、そういう意味で言うと、誰の責任か知りませんが、オリンピック委員会もね、そういう選手たちにそういうことを徹底しなかったってことなんでしょうね。そうですよね。あれ、だからそういう意味では、そこは緩かったかもしれないですね。結構ゆるゆるだったですよね。せめて主催の日本の選手たちだけでもきっちりこう離れてね。うん、それでスマホやなんかで撮ったりするのはなんかやめてた人もいたんだけど、そこら辺がちょっと残念というか残念だったですね。うん、まあその分、その実際の演技の競技の方でね、頑張ってもらいたいと思いますけどね。そうですね。はい、それでは、オリンピックのね、後の日本経済。これ、日本経済ってどうなりますか、うん、ね、これはね、本当にそのコロナでもって相当傷んでるじゃないですか。そうですね。これね、散々経済止めてきた。はい、私も去年から散々パラ経済対策解いてるんですが、一応ね、補正予算っていうことで、ドーンとお金はね、積んではいるんですよ。うん、ただ、あんまり執行がうまくいっていないっていうのと、いや、白木さん、今ね、むしろその、景気対策打ちよりは、ワクチンをとにかく早く普及させようっていう方に、ずっと政策の流れがシフトしてる。これ事実なんです。うん、だから、これが、まあ、総理曰く、あるいは河野大臣曰く、秋口には落ち着くでしょうと。はい、まあ、一服するでしょう。そうなると次は経済ってなるんです。そうすると、その頃には総選挙。はい、だから僕は、総選挙でどうせ自民党はね、与党だし、大きな公約を掲げてきて、この時に、その、選挙が終わった後、補正予算を編成して、それで経済対策ドンって必ずやるんです。もう間違いなく。うん、その時の、景気対策の政策玉をどのぐらい乗せるのかっていうのは今後、注目ですけれども、ね、普通に補助金ばらまくとかだと全然僕はダメだと思います。今自民党って、ね、10万円の給付金とか、そういうのはもうないってことですか、うん、ね、あれ自体は効果はあるんですけれども、やっぱりどうしても選挙ってある意味お祭りっていうの、はい、そういうのあるじゃないですか。何や新しいことやってくれるんだと。私はね、これ去年からずっと言ってるんですが、消費税に手をつけなきゃダメですよ。僕はそう思うね。うん。でも、野党の方はね、5% って言い始めてるじゃないですか。でもね、そしたら与党の方にも一部消費減税って言うんですけれども、はい、野党が 5% と言ってるんだったら、自民党から 5% って言ったって何の効果もないんですよ。うん、そうすると私は、これについては経済をジャンプさせる。もうコロナという異常事態からジャンプさせるためには、消費減税もやむなしということで、もう一気にゼロに、1年間ゼロにして、暫定的に置いて、それで一気にその期間だけ加速しましょうっていうぐらいの、その政治の決断をね、出さないと、僕はとてもね、その国民も高揚しないし、政権もね、今もきついでしょ、うん、きついです、ね。これからもきついんじゃないかな。思い切ったことやらないと国民は僕は見てると思います。また GoTo みたいなことやるんですか、うん、うん、GoTo もおそらく、あれね、まだ全部使ってないんですよ。うん、そうです、そうです、ね。だから、あれはあれでね、観光地の振興という意味では、あれそれなりに効くと思うんですよ、うん。お金をばらまくというのは必ず効くので。だけど、それだけだと足んないですね。うん、そうするとね、他の都会は何にも恩恵なんじゃない、うん、だそういうみんなに頑張ろうっていう政治メッセージってのは僕はもはや消費税しかないと思ってます。消費税、消費減税。ただ与党はね、消費税については少子化対策などに使っているので、うん、あまり手をつけるような
あの雰囲気はないですよね。はい、あのね、政府全体の判断、政権全体の判断としてはおっしゃるように 10% のうち 2% は幼児教育無償化で、残りの 8% がいわゆる高齢者向けの医療年金介護ってこうなってますよね。そうするとまあ、あそこまで苦労して入れたんだから、おいおい、消費減税で消費税率下げるかよと、一旦下げたらもう上げらんねえぞと、それは財務省だとそう思ってるだろうし、多くの国民も一旦下げたらなかなかしんどいとは思ってるとは思うんですが、しかし、コロナという異常事態であまりにも痛手をこむった人、いっぱいいるじゃないですか、それ食料品店も含めてね、飲食とか、そういったところをみんなでもってこう盛り上げていこうっていう、景気というのは気なんですよね。この気を持ち上げる材料としては、僕は、うん、やっぱり そのぐらいのインパクト。そのインパクトのある思い切ったことが菅総理にできるかどうかなんですよね。そう。だからこれはね、選挙の前に出せるかどうかですよ。そうですよね。あ、ないしはその前に実はね、白木さんね、自民党総裁選知能あるわけよ。うん、ありますよね。だからその時にどこまで現総理、菅さんが腹をくくって言えるかどうかっていうのは僕は菅さん自身の勝負だと思ってますよね。もうここで菅さんがいけるかいけないかと大きいですもんね、菅さん自身にとってもね。はい。なぜかというとね、菅さんがもしダメだとなると次誰、うん、っていうことになるじゃないですか、うん、これはこれでね、白木さん大変よ、うんうん、誰ですかってなった時に意外と思い浮かばないんですよ。そうなんですよ、うん、だから河野さんだとまだ早いってことでしょ、うん、なんかそういう声もありますよね、うん、まあ、河野さんも非常にいい政治家なんで期待はありますけれども、実際まだ、まあ、河野さんも含めていろんな方出てますけれども、まだやっぱりこう菅さんとか、あるいはその前の安倍さんとか、そこら辺までのまだ重みっていうのはまだそこまでは言ってないんじゃないかという声は確かに強いですよね、うん、まあ、今軒並み政権の支持率が 30% 台ということですが、うんうん、これ自民党内でもこのまま選挙を戦っていいのかという声出てくるでしょうね、うん、出てますね。ただね、これね、その前の自民党政権とかだと 30% っていうのは結構いい数字なんですけど、安倍さんが高すぎたの、うん、安倍さんがね 50% 金棒で揺れたでしょ、だからあれが変なんですよ、多分日本の政治史の中では。だからそういう意味からすると、菅政権の支持率っていうのは、私から言わせると、私ほらもともと経産省いてね、政権に仕えてた人間で、まあいろんな政権3つぐらい仕えてきましたけど、30% っていうと、お、いいじゃんって思う。これだけのことがあって 30% は本当はいいんですよね、うん、なんか 20% 前後くらいでもおかしくないような気がするんで、うん、あ、まあ、十分30はあるんだっていうね、うん、だから選挙は戦えるっていう、ただこのオリンピックが終わった後に、うん、感染が爆発するかどうか、うんうん、それが爆発せずに、あ、オリンピックやってよかっただといいんだけど、うん、ほらオリンピックやったらこんなことになっちゃった、うん、なると、自民党としては大変ですよね。そうだって、それはどうせ野党も含めてメディアも含めてね、ほらほら見たことかと、あんだけみんなでね、大丈夫か大丈夫かって言ったオリパラやって、やっぱりダメだったじゃんと、総理あんた何ですかって当然なるので、やっぱりそういうふうに追い込まれた時に素直に、はい、わかりました、やめますってにというふうにはいかないと思うんですよ、うん、そうするとじゃあ何ですかってなると、さっき言ったようにくるっと回って経済政策でこういうふうなことをやるというインパクトがどこまで腹くれるかですね。メディアの手のひら返しが第2弾がありますけど、オリンピック、オリンピックになって、で、ほら言わないこっちゃないみたいな。ありますよ。ワイドショーもいきなり、あれあれあれみたいな。ちょっとコメンテーターも大変だよ、これもう。どっちについていいか分かんない。私も注意します。で、問題のエネルギーなんですけども、はい、これ中国がやっぱり今、石炭、全く減らすような雰囲気しないじゃないですか。うん、ね、やっぱり、ね。理由は何なんですか、はい、やっぱり。中国、それからあと人口の多い国って言うとインドなんですけど、はい、中国、インドで世界の石炭の4分の1以上使っちゃってる、3分の1以上使っちゃってるんですね。でね、石炭ってね、要するに、使いやすくて便利なんですよ。昔から使っていて、もうやり方もみんな分かってる。それと、あとね、やっぱりオイルとかガスとか、まして、あるいは太陽光とかそういうものに比べて、石炭って安いんですよ、ね。なので、みんなそっちに行っちゃうんですよ。だから、この G20 で、おそらく日本の小泉環境大臣も含めてヨーロッパ勢はね、脱石炭ということで行きたかったと思うんです、今の空気で言うと。でもやっぱり大消費国である中国やインド、それからロシアなんか輸出もしてますからね、はい、そういう利権とかそういったものを絡めていくと、どうしてもなかなか全地球的に合意というのは相当難しいと思ってて、私はだからじゃあどうするのかですね。じゃあどうするのかなんですよ。うん、そうすると、やっぱり日本っていうのは、ものすごく石炭のその効率のいい技術を持ってるんですよ。おそらく世界ナンバーワンなんですよ。はい、で、私実はね、白木さんね、経産省時代に、この石炭の技術輸出ってやったことがあるんですよ。東欧諸国。
まだソ連の壁が崩壊したばっかりのポーランドなんですけど、やった時に、すごい感謝されて、未だに感謝されてるんですよね。で、日本のこの技術を輸出することによって、1割、2割 CO2 が実際に削減できるので、こういうふうにやった方がむしろ中国やインドのためなんですが、これがまたなかなかね、政治がそっち行かないんです。なんで行かないんですか？いやー、だからそれはね、脱石炭の方の、に乗ってるっていう、その方がおそらく、まあ民主主義ですからね、国民受けするだろうというふうにどうも思ってんじゃないかなと。脱石炭の方が主流なんだけども、現に中国、インドが石炭をやってる。で、日本はその技術をちゃんと貸してあげれば、プラスになるんだけれども、その、自流というか、それに乗っかって協力をしないってことなんですか？それはいろんな理由があるんですが、おそらくね、欧米諸国はね、やっぱり中国、感じきしようと思ってるわけですよ。そう思いますよね。石炭をやめろっていうのは、インドにとっても痛手なんだけど、やっぱり中国にとって痛手っていう方を取ると思うんですよ。そういう国際的な欧米という強い国際政治の流れで日本がプレッシャーを受けて、脱石炭を表明しろ、しろ、しろって言われてるわけですよね。そうすると、やっぱり石炭のそういう高度な技術を持っていて輸出するとなると、どうしても中国支援になってしまうと。で、私はね、中国支援ってのは個人的には好きじゃありませんよ。だけど地球規模での CO2 削減だったら私は賛成なんです。だけどなかなか日本の政治は、そこは、なんていうのかな、そういう地球規模での環境対策うちよりは、欧米の中国叩きに乗ってる嫌いがありますよね。おー、じゃあ今後はそれは加速してきますか、日本は。なると思う。どん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 。うん。だから、だけど、その時に、じゃあ、石炭を使わなくしたら、今度ガスを買わなきゃいけないじゃないですか。だって他ないんだから。で、原子力はそんな簡単にできないでしょ。そうすると、原子力やればいいんですよ。だけど、やればいいんだけど、やれないということを考えると、ガスが今度高くなっちゃいますよ。日本ってすごい重要化だから。そういうふうな時に、今度ガスの価格が上がって、電気代が上がるだとか、都市ガス代が上がるっていうふうに危機が来ないと、国民も政治家も、今度は、その時に初めてわかる。つまり、危機が来るまで、気づかないんじゃないかと僕は思ってるんです。で、この大役をですね、小泉進次郎さんが任せられて、やってる、これ小泉さんの仕事ぶりっていうのは石川さんが見てどうなんですか？まあ、メディアの注目も集めて、なんていうのかな、それなりに僕はいろいろ仕事されててね、ただエネルギーってのは私はまあ専門なんで言わせていただくと、エネルギーに関しては、あんまり原子力がダメだとか、石炭がダメだとか、そういうことは言ってほしくないですね。っていうのは、他にもしね、いや、原子力の代わりがありますと。いや、石炭の代わりもありますよっていうふうなことを彼が用意しているならいいんですよ。だけど、全くないのに、なんだか知らないけど、脱原発だ、脱炭素とかっていうふうに、この自流に乗ったような形で言っているので、私は、ご本人にもね、環境大臣本人にももう少し、データ、数字をきちんと入れてもらいたいし、環境省の事務方にも、もっときちんと大臣にレクチャーしてね、ちゃんとした、情報を入れてほしいなと思いますよ。ここで小泉さんが、評価を落とすと、結局、口先ばかりだって言われちゃうじゃないですか。ね、一番悪いかという。なんか綺麗事言ってて、いや、それは脱、原子力だ、それから石炭をなくそう。じゃあ具体的にどうするんですかって時に、それ言葉が詰まってしまう。詰まっちゃいますよね、いつもね。で、そこで、ちゃんと、自分のビジョンがあってね、見事だになったら、将来の総理候補になってく人気もありますしね。なんか、だからこの方をどうしてこの環境大臣というね、難しいところに今入れちゃってるのかっていうのは、すごく私、疑問に思うんですよね。歴代の内閣の構成見てると、やっぱりね、財務、外務、経済産業ってのはね、やっぱ重たい人が行くんですよ。大体ね、全部じゃないけど、大体。でね、環境大臣ってのは割と、こう、初挑戦、こう、登竜門みたいな形で、そういう意味では難しいポストではあるんですよね。だから歴代環境大臣見てると、例えば、小池百合子さんという方も環境大臣が最初の閣僚で、まあいろいろクールビズを流行らしたり、いろいろ、その時は活躍されましたし、まあ他の環境大臣もやっぱりこれ、鬼門というか登竜門なので、まあ小泉さんね、非常に人気もあるし、将来総理候補なんて言われてますけれども、これからまだまだ長いと思うんですよ、小泉さんも。だから、今回のことで、僕はまさにそこは白木さんと全く同じなんですけど、ちゃんとしたことを言ってほしいなと。そうすれば、もっともっといいポストに行ってね、どん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 仕事するチャンスもあると思うんですけど、このままだと、おい、大丈夫かよ、みたいなところ。なんか世間のイメージがね、なんか、この人考えてないのかなって、悪い方向にね、行ってしまうのがもったいない。それで、登竜門でチャレンジの、比較的軽いポストだっても、それは、東北の震災の前まではそうだけど、震災が起きて原発が漏れて、あれだけのことがあった後って、やっぱり以前よりもっと重たいポジションになってると思うんですよ、環境大臣っていうのは。そう。だから、ただやっぱり僕は総理がそれ選ぶわけでしょ。総理にしてみたら、おいおい、やってみろよと。
これでちょっとね、その、いい政治をやってみなっていう、そういう意味もあるんじゃないかなと。だそれはある意味期待の裏返しだとは思うんですけれども、はい、であれば私から、まあ僭越ながらね、一国民から、まあ政府出身者としてアドバイスをさせていただきますと、僭越ながら。小泉進次郎さん、もうちょっと事務方の言うことを聞いてあげてくださいと。いや、本当に、事務方の出す数字データをきちんと頭の中に入れて、それに基づいてクールに言ってほしいです。うん。もう極端にそれ全部、暗記しちゃうぐらいの、ね、何を聞かれても、何ページの何なの何行目だ、うん、パッパッパッと出るぐらい、うん、それは勉強のね、やり方によって頭に入りますもんね。あね、政治のその、やっぱ選挙演説の時は、それはご自身の言葉で言ってください、うん。僕は政治は全く専門家じゃありません、僕は。だけど、政策は私はずっとやってきたので、うん、政策については、事務方の書いたものを棒読みでいいから、そうしてほしいと。ああ。そうでないと、政策についておかしいぞって思われたら、政治家ダメですよ、うん。そうですよね。僕はその、はい、うん。でもこれ、選挙戦に影響するんですか、この、エネルギーは。いや、なんかあまり話題にならない。やっぱりね、選挙戦って、いつね、アンケート取ってもね、景気と、そうそう、年金と、医療と介護なんですよ。うん、子育てまであんま行かないんだよ。そうですね。ね。エネルギーなんて言っちゃ失礼だけど、こんな停電がなくて、ガス爆発もなくて、まあ原発事故はちょっと起きちゃったんだけど、うん、ね。そういう国でエネルギーってあんま争点にならない。争点になるとしたら、それは相当停電が起こったり、エネルギー、石油ショックみたいな時があった直後なので、当分そういうものは想定できないんで、エネルギーは僕は選挙の意思には全くならんと思うので、与党の議員は少し、敏感すぎ。まもなくね、うん、国のエネルギーの基本計画が出ると思うんですけれども、うん、再生エネルギーの比率を高めていこうというのは出すようですけどもね。ああ、もうこれは、出さざるを得ないですね。はい、ただ、CO2 を削減するんであれば、再生エネルギーもすごく大事です、うん。それも大事ですけれども、いかんせん一個一個ね、ちっちゃいんですよ、あれ。僕ん家の屋根にも太陽光あるんだけど、ほとんどね、うちだけ。だから、しかも昼間だけ。やっぱりね、CO2 についてはきちんとした原子力発電をちゃんと使い切る、今あるものを使い切って新しいものを入れるっていうところまで、今回書かないんですよね。だから選挙前だから。だからね、選挙後にエネルギー基本計画を伸ばそうっていう動きも実はね、ないこともないんですよ。ああ、なるほど。だからこれはちょっと今後関心事項ですね。そうですね。ちょっと注視していきたいと思います。そうですね、今日は元経済産業省の官僚で政策アナリストの石川和夫さんに伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。7月26日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。5時になりましたので、生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。はい、衛星電話に電話をします。辛坊さんは今、うん、袋の工程をもう大体半分ぐらいはね、来ているということですね。はい、はい、今日はつながりますかね。つながりますかね、うん、なんか週末は貿易風が吹いていて順調に進んでいたそうですね。うん、ただ間もなくね、貿易風が途切れるところに差し掛かりつつあるということなんでね、うん、お天気も少し不安定になるようで、うん、ちょっと心配ですけどね。お、もしもし。あ、もしもし、しらくです。どうも。あ、ご苦労様です。しもさん、今どうですか。ん、いや、あのね、うん、あのね、大変なんですよ。何が大変？水平線上、夜なんですけど、うんうん、水平線上がフラッシュライトみたいにドキドキビカビカって光るんですね。雷ですわ。うん、俺がね、落ちたら終わりですからね。俺は落ちることはできないっすよ。うん、ヨットに落ちることありますか？いやー、あるでしょうね、そりゃね。なんか飛来臭みたいのついてないんですか？ついてないっすね。いや、フライシンつけてるヨットは結構あるはずで、この船もどうなんだろうな。あんまりヨットもね、うん、雷が当たって沈没したって話あんま聞かないですけど。聞いたことないですもんね。絶対ないとは言えないでしょ。だいたいこれもう何かあっても、助けてもらいようがないようなところ今走ってますからね。なんかすごい心細いんですよ。これ周りがピカ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 光ってるとね。あ、ちょっと怖いですよね。雨は降ってない。うん。雨降ってないですね、ここはね。雷ってものすごくエリアが狭いんですよ。だから、うん、水平線上なんでね、音は聞こえないんです。光るだけですから。うん、だから、距離はかなり離れてますけどね。うん、あれ、近かったら怖いと思いますよ。怖いでしょうね。ちょっと想像がつかないですけどね、雷。
太平洋上のね雷っていうのね、そうですね、辛坊さん、水平線が光るんですよ。それ写真とかなんか、ムービーでは撮れないんですか？え、写真？うん。ああ、写真は撮れないかな、どうかな、なんかそんな気にならない。そういうことじゃない。あまり普通の人は見れなかったから動画で撮っておくとかね。それ日本に帰ってきたからこれが、あの時の雷ですよって、みんなでこう見たいじゃないですか。いや、とりあえずね、とりあえずもう私生きて帰るにはね、そんな望みは何もないですね。そんな心境なんでしょうね。じゃあ、今日もリスナーの方からの雷の中ですが、質問をお届けしますね。はい、どうぞ。はい、はいはい、足立区のブサイクルショップさん、男性の方。辛坊さんにぜひとも史上最年少のスケボー女子金メダリストが誕生したことを伝えたいです。ということなんですよ。そうそう、13歳の子が、13歳。13歳。あのね、すごいね。新種目なんですよ。スケートボード女子ストリートで、金メダル獲得したんですが、日本史上最年少で13歳10ヶ月。ああ、西矢もみじさん。あの、種目によってね、下の年齢制限が確かあるはずなんで、だから、真央ちゃんが、若くて出られてたら、オリンピックでメダル取れたかもしれないけど、だからまあ、今日も、加減があるんで、だけどスケートボードですか。そうなんですよ。俺も日本にいや参加したのに。参加参加してた。ちょっと意味がよくわかんない。辛坊さん、当然オリンピックのこと何にも知らないですよね。全然知らないですね。そういうことじゃないですね。開会式が面白かったですよ。開会式面白かったんですか？バッハさんの話が長くて。あとでまとめてね。大体無観客だったら開会式もそんなに盛り上がらないじゃないですか。それがね、いろいろあるんですよ。それをね、称賛する人もいれば、ボロクソに言う人もいてね、はいはい、今もう大変な騒ぎになってますから。そうなんですよ。もうオリンピック始まる前まで、始まる前もいろんな問題がいっぱいで、いじめの問題とか差別の問題いっぱい起きて大変だったんですから。はいはい、そうですよ。ああ、そうなんだ。そう。まあ、でもね、人間ね、生きてはね、それだけでめっけもんですよ。達観しちゃってでも、毎週毎週も。いつもでも、まあでもね、そういう気持ちになるんでしょうね。うん、じゃあ、辛坊さん、お天気をお伝えしますね。はい、はい、はい、はい。はい。明日いっぱいまでは東あるいは東南東からの風、平均17ノット前後、最大25ノットの見込みだそうです。で、やっぱりね、時々雷を伴ったにわか雨がありそうということですから、明日いっぱいちょっと注意してください。あ、そうだ。そのね、風がね、はい、本当にね、吹き続いてくれればね、うん、日本時間の今日中に多分ね、日付変更線超えると思います。あ、そうですか。そうですか。ちょっとじゃあ明日ね、またどのあたりにいるかね。うわ、光った。うわ、光った。大丈夫ですよ、辛坊さん。応援してますから。うん、はい、ありがとうございます。はい。辛坊さん、気をつけて。雷に打たれないに、みんなで祈ってください。祈ってますよ。はい。はい。はい、じゃあ明日もよろしくお願いします。はい、お気をつけて。はい、はい、はい、どうも。いやー、海の上でね、ピカピカ。でも雷ってある程度想定してるはずですよね。うん、その時期だったらね。そうですね、お天気ね。うん、飛来針がついてくるとか知らないっていうのもまた、ねえ。ねえ、うん。多分ついてるんでしょう、きっと。きっと ねえ。さあ、ということで明日もこの時間に生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。立川志らくさんとお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間もニュースデスクの森田さんです。お願いします。お願いします。では特集するニュースこちらになります。無観客開催、記者は何やってるの？7月23日、先週の金曜日、開会式が行われた東京オリンピック。これまで日本代表は金メダル6つ、銀メダル1つ、銅メダル2つを獲得しています。この時間はこの番組の水曜日の助っ人パーソナリティで、東京2020オリンピックレポーターの吉田久則アナウンサーに注目ポイントを伝えてもらいます。そろそろ着いた頃だと思うんですけどね。そうですよね。吉田久則さん、どうですか、今は。武道館は涼しくて最高ですね。ようやく着きましたね。たね、先ほどはあのね、何の新しい情報もありませんでした。ただ自転車で移動してるってだけの話だったんで、今日あの今のところどんな感じですか？あ、
そうですね、先ほどですね、17時に、こういわゆるファイナルラウンドですか、はい、柔道のメダルが決定する戦いが始まりまして、はい、まずはですね、女子の方からスタートして、はい、これから準決勝が行われて、うん、そして柔道というのは1回負けてもですね、最後まで勝ち上がった人が3位決定戦にもう一度参加するということで、はい、銅メダルが2つ出るんですけど、はい、まあ、そちらの戦いなどがこれから行われていくというところで、やっと女子の方が幕を開けてですね、これから出てくるはずの、57キロ級吉田選手、はい、とかですね、そして男子の方はですね、こちらは73キロ級大野選手などはこれからというところで、レポートしているタイミングに被りませんでした。大丈夫でした。じゃこれからもうすぐですよね、始まるのはね。そうなんですよ、だからこれあんまり長く喋ってるとそっち見れなくなっちゃうっていう時間がちょうど被るんじゃないですか、これ。その可能性はね、大いにありまして、でもじゃあなんでそんな報道体制なのよってそもそも思われるかもしれないんですけど、これ来てみると分かるんですけど、世界中の放送局から1人とか2人ぐらいずつ来てますね、これ。だから日本放送も、こう東京の、オリンピックだからといって別に優遇されてるわけでも何でもなくて、うん、多分隣にいる人とかですね、今日モンゴルのメディアの方とかなんですけど、うん、いろんな国の方々がですね、1人2人ずつみんなで、言葉も通じないのにじーっとパソコンでいろんな情報をやり取りしながら、柔道を見ているというような状態なんですよ。なので、はい、今回のオリンピック、メディアのコロナ対策みたいなのもね、かなり万全だっていうのは聞いてますけど、はい、実際はどうなんでしょうかね。いや、結構厳しいですよ。厳しいですか。はい、いわゆるこう会場のことを一つ一つベニューっていうんですけど、はい、このベニューに入るところに、必ずですね、こう飛行機のに乗るときに荷物検査しますよね、はいはいはい、で荷物検査してペットボトルを持っていたら全部のこう水とかも飲まされて、うん、でっていうときにさらに消毒と検温がついてるんですよ、はい、必ず。で、うん、この検査っていうのにものすごく人手がかかるじゃないですか、はいはい、これね、自衛隊の人たちがやってるんですよね。うわー、それ大変だ。この時来てみないとやっぱり分かんなかったなっていうふうに思うんですが、ええ、でまあ、もう会場もですね、何かちょっとでもこう近い距離になってしまったら、なんかね、日本人のボランティアの方とかスタッフの方もいると思うんですけど、はい、全然言葉が通じない海外の方にめちゃくちゃ厳しく、そこダメって言われたりとかするっていうですね。それはしないとね。そうなんですよ。吉田さん、先ほどスケートボードの会場の、はい、有明アーバンスポーツパークでの選手のメダリストの記者会見に参加されたじゃないですか。記者会見というのは、まあ、メダリストは必ずやるんですけれども、あそこも人数制限、記者の制限だとか、あるいは事前に申請するとか、そういうことは必要なんですか？これ会場によるんですけど、はい、例えばですね、今私武道館にいますが、昨日の安倍兄弟のですね、メダル会見というのはやはり大変人気があって、整理券を取らないと会見場には入れないと。整理券が出るんだ。はい、その整理券がどういうふうにして決まっているのかというと、椅子をソーシャルディスタンスで置いて、うん、座って大丈夫なギリギリの人数ということで整理券が用意されているわけですね。だまあ結構ちゃんと感染対策は記者に関してはしていると言っていいんじゃないかなとは思います、はい、私ニュースで見てちょっと面白いなと思ったのが、なんかお土産の自動販売機が置いてあるじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、それでなんか招き猫が結構な値段で売って、ね、ああいうの買ってく人っているんですか、あれ。あれすいません、うん、ここがですね、今までのオリンピックと違ってですね、僕海外の記者の方がいつもいるそのメディアプレスセンター、はい、MPC っていうのがあるんですけど、そこ行く必要がないんで、行ってないんですよ、全然。なので、招き猫の、でもさすがに開催始まってまだ3日目でそれ買ってる人いないんじゃないですかね。もうちょっと帰り際に近くならないと。帰り際じゃないとちょっと買わないんじゃないかなと思うんですけどね。でもあとちょっと台風が心配ですよね。いやでもそうですね、これはもう本当前代未聞のことなので、うん、で夏の競技ですから海辺の競技、水辺の競技いっぱいありますからね、うん、そのあたりは本当にどういうふうな予定変更になるのか。そうですよね、特に外に設置されている会場もいっぱいありますからね、うん、そうですよね、これ収めなくちゃいけないからどうやったって。それからあと暑さの問題でテニスの方からやっぱり暑すぎるってクレームがついたりとか、うん、そういう問題も出てきてますけども、そこら辺はどうですか。そういう情報って現場の記者は扱ろうとなんだろうとみんな行くしかないんで、全然知らないんですよ。でどういうふうに動いてるかというと、朝、まあ、競技の予定がバーッと出る中で、自分たちでこれは有力競技だなって思うものをですね、こうベースにしてその日の予定スケジュール組むんですけど、はい、
途中でなんか全然予想もしてなかったものが勝ち進んだりしてるぞっていう情報がどこかからもたらされるんですよ、うん、それは本社だったりとか一緒に取材している他のラジオ記者の人とかだったりするんですけど、うん、そうするとみんなで手分けして、じゃあ今俺はこの体操に行けるからお前は卓球行ってこいみたいなのですね、リアルタイムでみんな移動してですね、分かち合ってやってたりするもので、うん、なんでしょう、テニスで暑いって言ってても、まあ、暑いことは俺たちも分かってるから、いいよ、取材はしなくてっていう感じになっちゃうんですよね、もう競技のことだけで手一杯です。吉田さん、何か日本放送ならではのちょっと驚くようなスクープみたいな、なんかないんですか、あ、なるほど、こういうことが今起きてるんだみたいな。そうですね、スクープっていうのと逆のようなことが非常に多いかなと思いますね、うん、私、スポーツ取材なんてほとんどしたことないんですね。だけども、なんかやらなきゃいけないということで、うん、例えば昨日、大坂なおみが初登場というので、これは取材に行かなければって書いてあって、うんうん、大坂なおみ、4って書いてあったんですよ。ほうほうほう、1の4みたいなことが書いてあって、うん、これは1、なんか4番コートに出てくるんだな、朝からと思って、うん、有明テニスの森の4番コート行ってみたら、全然知らない選手が試合してて、何これって思ったら、うん、正しくは、大坂なおみは、センターコートで今日4番目に出てくる選手ってのが正しかったんです。その4だったんだ。はい、自分のその間抜けな。もう間抜けなことはもう毎日にいとまがないほどありますよ。あ、でもいつものオリンピックと違って、また人でもね、そう制限されちゃってるから、ね、結構バタバタ裏の方はしてるってことですよね。まあ、裏はバタバタしてるんですけど、すいません、そういうミスは完全に僕がボンクラなだけです、ね。頑張ってくださいよ。ね、オリンピックの運営さんには全く非はないですね。はい、この後は柔道をしっかりと取材するってことですよね。はい、そうですね。運だけは今回いいみたいなんで。じゃあその模様もね、はい、後ほどちゃんとレポートでできるようによろしくお願いいたします。はい、あと水曜日僕ズーム休まないということになってますんで。そうですよ。はい、ちゃんと両方頑張ってくださいね。いろいろとネタ持って帰りたいと思います。ぜひお願いします。どうもありがとうございました。はい。はい、吉田アナウンサーでした。以上、東京オリンピックの注目ポイントでしたかな。エンディングリクエスト、お送りしているのは私、立川志らくが選曲しました美空ひばり、やわらでございますね。これは1964年、前回の東京オリンピックの時に大ヒットした、ひばりの曲でございます、はい、あまりにもヒットしたんで、紅白歌合戦で2年続けて、歌ったらば、同じ歌を2年続けて歌うのは何事だっていうクレームがついたぐらい、ね、今だと考えられないでしょ、ね、だって石川さゆりさんなんか、はいはい、まあ、天城越え何回歌ってるんだっていうぐらいで、だから当時はそんな感じだったんですよね。で、勝つと思えば負けよってこのフレーズ、もうひばりのこの柔らで浸透したんだけど、もともとは、つれつれ草なんですよ。吉田健康の、それをヒントに、こう入れたらば、まあ、日本中にこの、吉田健康の考えた、この精神が、広がったっていうね、そういう曲でもあるんですよね。オリンピック開催、中止延期と言ってる人間がどれだけオリンピックを持ち上げるために、美空ひばりの柔らまでかけちゃったりして、ちょっとしばらくの間そういう感じでお願いします。プチ情報もいろいろ教えてください。はい。お聞きの日本放送、この後は東京2020オリンピックハイライトをお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。ワクチンパスポートの受付開始で何が変わるのか、さらにオリンピック情報もお伝えしていきます。で、この午後3時半からのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは増田岡田の増田秀彦さんです。ゲストには医師の木村盛夫さんを迎えてお送りします。まあ、木村盛夫さんもね、今どういうふうにお考えになってね、松田が木村盛夫さんの、はいはい、このズームでの話を聞いて、あ、こういう考え方だったらオリンピックって開催もありなんだ、それから観客を入れるっていうのもありなんだって、私ここで随分勉強させてもらったんで、すごく感謝してますね。だからその感謝の意を、ツイッターで、この間その志らくさんは、コロナ関連に関してはちゃんと理解をしている数少ない、有識者だっておっしゃってくれて、木村さんみんなに怒られてました。そんなはずはねえだろみたいな。悪いことしちゃったなと思いましたけど。明日そうお伝えくださいました。ありがとう。そんなわけでズームそこまで言うか、ここまでのお相手は、立川志らくと増山さやかでした。それでは、またです。どうも。